はい、君は今日からこの刑務所で生活することになりました。はい、まあ、刑務所初めてですか？初めてです。まあちょっと厳しいところなんで、一生懸命模範囚として頑張って一日も早く社会復帰をするように。はい、でその前にいろいろ確認する事項があるのでちょっと聞いてきますね。はい、名前、山形の大村です。はい、生年月日、昭和45年4月5日です。罪名、罪名は窃盗と取締法違反です。刑期、刑期は4年5ヶ月です。ちょっと緊張してるのか？ちょっと弾めれなもんで。あ、なるほどな。すいません、うん、じゃあ満期日、令和45年4月5日です。はい、で君の持ってる領地金、お金ね、はい、4545円あるので、はい、これは後で刑務所の中でちり紙だったりいろんなものを購入できるお金になりますので、まあ覚えておいてください。はい、いやちょっとこれから身体検査を行うので、はい、まず壁側を向いて。壁側ですか？壁側。はい、でちょっとね、の中を確認するのでちょっと広げて見せてください。本当ですか？いや本当。あ、そうなんです。うん、あ、ほら広げろ。はい、すいません。なんだおい、うんこついてるなおい。すいません、昨日ちょっと釘を刺しました。はい、前。はい、おい、なんか先っぽにティッシュついてるぞ。あ、すいません、申し訳ないです。お前しこったな、昨日。昨日、すいません、はい、ということで今日からこの新入訓練工場で2週間行動訓練だったり、まあ、刑務所のことを覚えてもらうという作業をやります。はい、じゃあ番号1。はい、ということでじゃあこれから行動訓練をやっていくから、はい、気をつけ、左向け左、その場足踏み始め、左、バカ野郎、それは俺が言うんだ。はい、そうです。左右、前へ進め、1、2、3。バカ野郎、それ合図されてからだ。はい、そうです。左右連続補助数え、1、2、3、4。バカ野郎、4じゃねえ、死だろ。すいません、もう一回連続補助数え、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、左右、その場足踏み始め、全体止まるな。おー、こら、すいません、全体止まれ。いいですね。はい、1室番号4545番。よし、はい、山形のタイソン。はい、侵入期間が終わったので工場の方へ廃液する。はい、君が廃液される工場は第45工場、ティッシュ工場。ティッシュ工場？うん、ティッシュを作ってる工場。はい、まあ、ここ、モタコだから、お前でも大丈夫だ。ありがとうございます。うん、満期まで頑張れ。はい。いやー、今日は敬老の日で甘シャリ。タケノコの里だ。やったー、久しぶりだなーこれ。いやー、今日映画もありますからね。映画なんですかね。ただお前一つ、はい、勘違いしてる。はい、な、
お前入ったばっかりでよ、はい、甘いもの食えと思うなよと。え、なんでですか。お前入ったばっかりのやつがよ、はい、フズはよ、はい、フズはな、前からいる人間に、はい、な、そういう甘いものを食べてくださいってのが普通なんだ。これいわゆるシャリ揚げってやつですか。シャリ揚げもシャリ揚げだべげんだよ。ただお前、お前の気持ちだわね、それは。おお。うん。じゃあ、わかりました。これ。なんだか食べてください。あ、悪いな。これ俺が言ったわけじゃねえけども。これっていつまで続くんですか、このシャリ揚げって。1年間。1年間。うん。いや、タイソンさん、タバコ回ってきたんですか、他の工場から。なんや、久しぶりだこれ。いや、自分にも吸わせてくださいよ。ドメよ、さすがお前に吸えると思うのバカ子だろ。いや、いいなぁ。仰げ仰げ、お前見られっから、お前煙そっち行ったらやばいべ。いや、一人天切り立たしてますよ。でもこれ、バレたらやばいですよ、懲罰ですよ。もう懲罰が怖くて、お前タイソンやったらっか、お前。いや、だって体操さん、仮尺狙いじゃないですか、満期ですか。満期だよ、俺や。あ、満期上等なんすね。うん。いや、いいな、俺も吸いてぇな。バカ野郎、お前ダメっすか。ダメ、お前。あ、でもちょっと残ったらな。いや、ずるいな。お前、ちゃんと来てねえんだろうな、お前。あ、ちゃんと見とけよ、俺。さすが傍聴だな。うん。あ、だからお前も刺してっからな、少しね。お前、ダメだもん。まだ8日だから。ああ、わかりました。俺、こないだ甘シャリやったじゃないですか。お前、あの、お前ビビったるもの、お前、だから1年間ないって言ってっぺ、お前。いやー、すいてぇなぁ。でもよ、はい。お前、ネタ持ってんのか。なんすか、ネタって。あ、もう買ったんかい。エロいやつ。あ、釣りネタっすか。うん。あ、買いましたよ。買ったか。はい。だったら、それ見せるんだったらよ。はい。まあ、あの、1年間って言ったけどよ。はい。45日にしてやるよ。ずいぶん短いっすね、うん、ローレンス買ったんですよ。お前、まあ、ハブいなチョイスいいな、お前激画ですよ、激画。俺が採用先だって知ってんのか。あ、知ってました。マジか。はい、いつ撮るんだ、俺。やっぱあの、刑務所の線刷りっつったら、うん、漫画じゃないですか。だよな。はい、うん、漫画が一番最高じゃないですか。だからね。はい、取り調べ期間が終わって君の処分を言い渡します。はい、下記の不正使用、あと喫煙、計平均45日。はい、礼。ハゲとるやん。願います。よし、非正規。なんだ。メガネの度数が合わなくなったため、メガネ購入の観戦願います。度数が合わない。はい。お前、こんなちょっとカラーもちょっと入れすぎなんじゃねえのか。お前、すいません。お前、次カラーの入ってないの買えよ。お前、わかりました。な、はい、刑務所なんだからな。はい、すいません。しゃれけ出してんじゃねえぞ、この野郎。すいません。な、はい、じゃあ注文しろ。よし、戻れ。はい。いやー、疲れたな今日も。おい。はい。あれ、どうだい。この間よ、はい、親父によ、はい、眼鏡の度数合わねえっつってよ、はい、眼鏡購入眼線出してちょっとあれだったんで買ったんだよな、これ。え、そんな許可通ったんですか、そんな眼鏡。どうだいこれ。いいじゃないですか。いいべこれ。はい、状態入ってるじゃないですかこれよ、はい、いい感じによ、こう、はい、あれだべ、あの、工場でよ、はい、ちょっと、あの、眠たくなったらよ、はい、これこう、はい、な、ちょっと眠たいなぁ、ほらみたいな。よく許可が通りましたね、それ。これ通ったんだよ。すごいな、いい親父っすね。だべ、はい、しょうがねえな、これはって言って、はい、だからよ、大事にしろよ、あんたちよ、本当に。